はい、じゃあよろしくお願いします。どうも、ハイチです。8324821681がアーチだよ、ハイチだよ、ねかもう一回、アイチ考えてきた、わざわざ申し訳ない。8324826ハイチがあ、ぶれちゃった。8324826811がハイチです。どうも、菅原です。どうも、菅原です。今回はですね、自分がどうしてもちょっと花尾さんに勝ちたいと。なるほど、すでに勝ってますよ、ハイチさん。ステータス全部勝ってますよ、今。でも、ルックスに関しても、学歴に関しても、人気に関しても全部持ってるわけですよ。何かを勝ちたいと思って、で考えてきたんですよ。一応、なんかふざけたことやろうかなと思ったんですけど、絶対勝てないんですよ、ユーモア系で。あー、ミーモアやったら勝てるんちゃいます。マジな話、ミーとかで、ミー作る勝負とかやったら、いや、多分それは勝てるわけで、ほんまに。なるほど。で、まあ、教育チャンネルなんで、やっぱりちょっと教育でやらないと、うちのユーザーと納得いかないと。納得いかない。っていうことで、今回は、早解きで。早解き。早解き。で、今回はですね、中学生レベルの数学の、問題を、ね、やっていきます。で、今回問題を、呼び乗りの匠先生に作ってもらいました。予備校のノリで学ぶ電車誌、ガチな問題作ってもらったんで、ガチでやってもらいます。はい、わかりました。本当に勝ちたいんですよ。そこはね、本気でやってるわけじゃないんでね。ああ、なるほど。かかってこいよ。いやじゃあ今回、じゃあスピードを追うことでやっていきますので、やっていきましょう。お願いします、はい、よろしくお願いします。お願いします。では参ります。はい、第1問。はい、次の式を展開せよ。いやいや、 x プラス3の4乗マイナス x マイナス1の3乗プラス 2×カッコ 3x プラス1の2乗、マジでこれプラス 5x マイナス4。まだはぁ、これ展開、展開です、はい、いやいや、できません。できたことでびっくりした。できた人から言ってください。お手つきとかなんもないです。うそ、はい、3違います。1違います。ずる、いっちゃ言うってやつや。ちょ、呼び乗り、まずね、呼び乗り。いいですか、はい、x4 乗プラス 11x3 乗プラス 75x2 乗プラス 117x プラス84。正解。あ、ちげえ。おっかで計算ですが、あ、マジか。いやー、これもう一回見つけるの無理だって。どうぞ。 x4 乗足す 11x3 乗足す 75x2 乗足す 121x プラス80。違います。あ、いいですか、 x4 乗プラス 11x3 乗プラス 75x2 乗プラス 122x プラス80。正解です。よっしゃー、ちょっと俺もちょっと待って、もう俺もいけるよ。ちょっと俺だってちょっといけるって。ちょっとハイチー、これ普通にこれ花尾さんのプロ見てて、めっちゃ綺麗なんだけど、しえ、よかった、嬉しい。これポイント制ですか。ポイント制です。マジか、まだ悩むでしょ。そうっす、7番なんで一応。ちょっと2位とか3位とか決めたかったの。うーん、今の2位やったの、今の。そうですか。まあ、知ってたら、じゃあ八百長だよ、これ。実はこれ八百長にしては遅っ。八百長でガチで迷った感出してるじゃないですか。9991を素因数分解せよ。マジか。やべ、バカだ、やべ、バカだ、俺わからねえ。マジでわからん。これカットしないと絵的にヤバいやつですね。そうですね。ほんまね、キムさん、これ普通にパッとわかります。もう見ればわかります。うわー、マジだー、すげえ。嘘じゃん、それ。本当ですよ。いや、でも黄金パターンだと思いますけどね、これは。よくあるやつだと思います。それがわからんのじゃん。こんなんあかんで、呼び乗り、呼び鈴。え、もうちょっとほんまだる。え、ちょっと携帯使うなし、これ。ちなみに、それはつなげない。そもそも、え、どうぞ。97×103。正解です。え、97×103。え、7で割れへんのじゃ、そもそも。これ割れないですね。7で割って、割る、どうやってやるんですか。全然7で割れてる、割り方わからないですけど。これ賢いのわかんないですよ、俺。これはこれを1万-9と見る。いや、そういう、いや、俺見て見て見て、俺見て、買い取って消しちゃったけど、買い取って1万-9って見て、で、どうすんの。あ、因数分解するんか。100の2乗。なるほど、そういうことか。なんてってことですよね。なるほど、そういうことか。いや、結局1万に近いから2乗だからどうなの。
だから因数分解ができて、あ、そうそうそう、展開でってことですか。あ、そういうことか。あ、なあ、ほら、惜しかった俺。あ、これちょっと渋い。確かに感じたい。では、次の問題いきます。はい。正2019角形の対角線の本数を求める。どうぞ。203万5152本。正解です。おお、やったー。じゃあ、ほら、俺もやってた、同じこと。やったー。俺同じことしてた、ほら。え、どういう計算でした。2019個ある頂点の中から2個選ぶ。模範解答、どんな感じですか。模範解答は、はい、1個頂点を選んで、そこから全ての頂点に全部引くと。2017本引く、うん、あ、全18本18本か、はい、引いて、で、まあそうすると他の頂点選んだ時にその頂点に行くの被るんで、まあ、2で割ると。そこから、あの辺の本数を引くとこれになるって感じ。だって9やったら203万5152。9やったらさ、9やったら681やからさ、これ1になるはずね。あれ、これ何が違うの。お前、あ、違う、なんかおかしい、なんか全然違う。で、これは合ってるの。答えは合ってた。はい、答えは合ってます。だから絶対、だから引く2019になる、多分。これ多分8で計算してんじゃん、72。お前8で計算してる。ほら、やっぱりほら、俺の理論が運良かったな。来たな、計算ミスってことですか。計算ミス、計算ミスだった。計算ミスがこう通したやつ。いや、今のちょっとずるない。あ、運じゃ、俺も勝てたの2019引くって。いや、運も実力のうちなんだよ。いや、そうなんよね、結局。あ、でもこれ外してもダメだ、悔しい、これ。ちょっと2番手ない、常に。そこどうなん。2番手ダメなんですかって、じゃあ言ってください。2番手ダメなんですか。ダメです。じゃあ次から1問2点にいきますか。 OK です。 OK です。 OK です。はい、では、はい、次の問題いきます。はい。1、3、3、7の間に四則演算と括弧を入れて答えを10にせよ。ただし数字の順番は変えてもよ。え、変えてもいいの。例として4466の場合が書かれてます。4466の場合は括弧 6×6 プラス4括弧閉じる割る4で10になります。早解きはね、早解きができないっていう。それな。ヒントもらえます。それガチでやりますそのまま。ヒントいきます。なんかちょっとな、確かにちょっと使う記号をちょっと一つ教えて。ああ、そうします。まあ、四則演算の全部何種類使ってるかだけ教えてほしい。もうちょっとヒントいきます。何使わないか言ってきます。あ、何使わないかよ。マイナスは使ってないです。お、あ、マジでか。あ、分かってたね、それってことはもう、あとはその、あとはもうそれだけ。え、これじゃない。あとは前進むだけだよな、それ。10にならないんですけど。じゃあこの問題何分やってるんですかね。結構やってますよね、もう。シャクシャク。ちょっとマジでこんなわからないと思ってなかった。もうそろそろ誰か解いてるって思った。ほんまに。ちょっと俺全てのパターンをもう俺やったよ、ちなみに。もう、いや、やってないっす。マジでやったよ。多分やってないっす。だからネクストヒントの時間じゃ、マジで。そうそう、そろ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 出せます。もうヒント、ヒントですか。じゃあ1の使い方言いますか。ああ、1は足す1として使います。なるほど。足す1。ああ、それわかる。やばんな。本当にできんのこれ。本当にできんのこれ。ここまでヒントもあって、この3人解けないってなかなかですよね。僕マジで分かってない。俺も分かってないです。出てこない。分かりません。ふざけてきて。分からなすぎて、どんどんふざけてくる。ウェー。全然分からない。いや、ほんまにちゃんとその7とか使ってる、ちゃんと使ってますよ。いや、だから7を5と2で分けるとかしてない。してないですね。なんかもう3年後どうしてたいとこで話しながら考えてる。思いつくんだよ、もしかしたら。逆にだってこれ一旦ちょっとほんまちょっとこれパターンで、これもうほんまに、はい、ここまで言ったら答えいけんちゃうぐらいのやついっとこいった。じゃあ、はい、3の使い方いってきます。3の使い方、旅行行ってきます。どうしよう。じゃあ片方、片方、片方、一旦片方か。片方はかける3として使います。まあねや。あ、かける3なんだ。どんだけむずいこの問題、マジで。
銃を作る最後のあれは何かを刺して銃にするのか、割って銃にするのかみたいな、そこの最後みたいな。最後は、はい、かける3して10になります。あ、なるほど。やっぱ分数か。え、あ、待って、わかった。違います。正解です。あー、どうやってやったんですかこれ。ちなみに椅子か、全然大丈夫です。コース。あー、なるほど、なるほど、なるほど。すごい、俺これは思いつか。すごい、これは思いつか。次は次簡単だ。次簡単。次も、次こそほんと早時で。はい。すごい。ある仕事をするとき、はい、A さんは8日で終わります。はい。B さんは12日で終わります。はい。その仕事に体力がかかったとき、何日目で終わりますか。はい。2日目。でかい。しゃー。早かった。早かった俺。普通に早かった。じゃあ最後の問題も3点でいいんじゃん。問題。はい、ノエリンが思う田中さんの魅力を3つ挙げてください。出た。それか。それ1問1点でくらいさせた、あー、じゃあ動画への愛情がすごい。おお、これはじゃあ正解です。あー、マジだ。田中さんの魅力ですもんね。はい。恥ずかしいな俺。なんかかっこいい、かっこいい。あー、あー、残念なんや。編集がうまい。キムさん、これは違います。違うか。間違えたらマイナス1点でお願いします。あ、すごい。あり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 。こっから急に急に間違えたらマイナス1点だ。はい。どうか、あの、優しい。そんな、それはちょっと広すぎます。器がでかい。もうちょっと狭くなります。面倒見がいい。それだけだと、ちょっとやった、行って行かれた、行って行かれた、行って行かれた、これは行って行かれた、これは行かれた。いいっすか。はい。後輩思い。いや、俺あんま思いじゃないんですよ。あ、そうだ。これ、それだとちょっと違うんですよね。よし、俺が何もせんくても思ってくれる。俺がマウントみたい。やばいやばい。あ、言わない。じゃあ分かった。後輩が作った動画をしっかり見てくれる。いや、もうだから無理。あ、すぐ思ってくれる。いや、お前カモな先輩や。お前カモな先輩。いや、このハイチさんが何も正解せずに優勝してます。やばいやばい。やば。面白い面白い面白い。ここに点を送って。そういうリスクだ。そういうこと。なるほど。言わなかった。言わんかったらマイナス1点。私たちの活躍の場をくれた。違います。言ってない。おっ、おっ、 YouTube で唯一無二の動画を作る。あ、ありそう。あー、それは正解できない。やっと。あー、マジで、マジで、なんで。正解は幅広いジャンルと比較力がある。なるほど。有言実行。ありそう。違いますかね、多分。そう、100万人いってるけど腰が低いみたいな。あー、正解です。やったー。あー、待って待って、今のは完全正解です。同じ目線で話してくれる。じゃあ、あ、今のは結構やばいです。今のだってもうマイナス300点ぐらい。客観的アドバイスをくれる。違います。頼りガイ、ナイスガイ。マイナス300。頑張ってるから応援したくなる。じゃあ正解でいいですかね、もう。大丈夫これ、正解で。まあまあ、もう正解でいいっすもん。あー、おかしいおかしいおかしい、おかしいおかしい。あー、レンガ、じゃあお疲れです。あの、1週間なんか恋愛のこう恋愛マスター的な感じで1日1ツイート恋愛のなんか格言みたいのを。ほう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 。いいっすよ。いいっすよ。あ、1週間恋愛について話すっていう感じで、1日1ツイート。恋愛について。そうです。じゃあ7ツイート。そうですね、1週間7ツイート。はい、わかりました。はい。東大王の伊沢さんが田中さんを偉人に例えた場合誰を言うでしょうか。おっ、葛飾北斎。理由もお願いします。アーティスト性に飛んでるから。おお、自分で言っていくスタイルかっこよすぎるの。ダメ。前の涼太くん、高評価多いから。あの涼ってあの涼が入ってそう。違います。え、結構これほんまに誰でも知ってる人。
いや、誰も知らないと思う。もう、それはもうせめて知ってる人にしてよ、伊沢。伊沢はタクシーにさ、そういうとこでやっぱさ、いや、伊沢くんに任したあかんって。え、ちなみにキムは知ってる、その人。いや、知らないです。はい、そう、理由も書いてある。で、理由だけ教えてや、ちなみに理由。師匠であるマーシャルに暴言を吐きまくる様は、瀬戸康史さんに対する花さんに瓜二つ。余裕ってんねん。学生時代にボートに熱中していたということで、へー、船絡みで花さんと思っていると。だからなんか辻褄合ってるし、てかよう知ってんな、そんなその人物のこと。伊沢は学生時代の精神が良すぎて笑えない、笑わら笑。いや俺別に良くないけど。ちなみに2つ目、彼の支持者のことをケインジアンという。もうお気づきでしょう、事案が入っていますよね。パンズラの箱はもう開いちゃってる。何を言ったの。しばくぞお前。